こんにちは。今日は、まあ、特になんか新しいところに行ったわけでもないし、もうちゃんと研究してるんで。で、まあ、と、あの、新しい、YouTube の動画に上げるようなものがなかったので、喋りを上げたいと思います。そうだな。先週に、研究の内容で細胞をプレートの中に巻いて、で、そこに薬を、抗がん剤を入れていって、どれくらいで細胞が薬によって、がん細胞が薬によってどれだけ死んでしまうかを調べて、で、その結果が今日わかる日だった。で、それを今日調べてみたら、まあ、意外と初回だけど、ちゃんと成功してて、ただまあ、これがまた、今使ってる薬と、次、もう一つ薬があって、で、3回目にこの2つの薬を組み合わせたコンビネーションの実験があって、この実験の時にもっとうまくいくようにするために、まあその薬の濃度をもうちょっと調整したり、細胞の数を調整したりして、次につなぎやすいようにしようってことで、またまあ、作業としては同じことを今日からやっていって、今週中にまた同じような結果が得られるはず。ただまあなんか、初回は結構慎重にやってるから、うまくいくけど、慣れてくるとその同じ手技をやるってなると、油断したりして、まあ、実験が失敗することがあるって言われたから、まあちょっとその辺、要注意しながらやっていこうかなと思います。で、なんかやっぱり、こっち来てからもう、4日で今18日だから、ちょうど2週間経ったん。で、英語のリスニングが、もう結構、やっぱ英語に囲まれてるっていうのは、もうこういうことなんだっていうのは、結構今までバラバラバラっていうふうに聞こえなかった言葉が、まあ聞こえてくるようになって、いい感じってなってるんだけども、スピーキングに関して言うと、語彙を増やさなきゃいけないっていうのはもちろんだし、なんか文法とか、英作文を頭の中で作って喋るとか、そういうの以外に、やっぱ日常の反射的な会話みたいなのはもう、フレーズとしても覚えちゃうみたいなものがたくさんあると思うから、そういうのを覚えたいなと思って、何か新しいことをしなきゃなと思ってて、有名なドラマとか、アニメとか、そういうのを見ようと思って、今日、始めてみました。まあ、全然1日目だからもちろん変わるわけないけど、これからずっと続けていこうと思いますので、たまになんか動画の中でも英語喋ってると思うけど、それがなんかまあどれだけ、あと2ヶ月半後にどれだけ成長してるかをまあ楽しみにしたいと思います。自分自身も。あとは何かあったかな。結構実験結果がうまくいってたのはちょっとした喜び。そうだ。めちゃめちゃビッグニュースがあって、NBA の試合を見に行こうって話を前にしてたんだけど、
まあ、車で行くのは、ちょっと LA の交通事情的に一人は危ないってなって、断念してて。で、1月に、電車で、1泊2日で行って帰ってくる予定を立ててたんだけれども、なんと研究室のホフマン先生が、それを、かわいそうだと多分思ってくれて、今日、ラボにいる、俺と同い年の子に、お前と涼介の分のチケットを買うから、連れて行ってあげなさいということを言ってくれまして、同い年の子も分かったってことで連れて行ってくれるってなって、ありがとうございます。本当にありがとうございますとしか言いようがない。ホフマン先生、最後。最後。というね。今日ビッグニュースがあって、もう、まだ行ってないけど、嬉しい。ちゃんと行けることを願ってます。まだわからないのでね、本当に行けるか。そうね、これで日程合わなくて残念行けませんでしたみたいなオチもあるから、まあ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 。でも、そんな風に言ってくれたホーマン先生の気持ちがね、めちゃ嬉しい。ありがたい。あざっす。あちっす。まあ、今日はそんなハッピーなことがあった一日でしたね。まあ、この辺でいいか。じゃあ、また明日。あざした。